はい、じゃあ今回はですね、トニー・コールマンというドラマーの方がいるんですけど、この方はBB キングと一緒にツアーを回ってる、ブルーズドラマーで、ブルーズが好きな人、黒人のミュージック、ジャズだったり、R&B だったり、ファンクだったり、そういう系の音楽が好きな方にはぜひですね、このトニー・コールマンという方の、レッスンだったり、リズムだったり、グルーブを、感じてほしいと思うんですけど、この方がですね、実際、ドラムレッスンでどういうことを教えているか、これを重点的に今回は紹介したいと思います。で、この方が言ってることっていうのは、決してブルーズだったり、黒人だけにしかできないという意味ではなくて、例えばどんな音楽をやってても、ロックでもヘビーメタルでもハードロックでもポップスでも何でも、どんなジャンルでどんなもう世界中、人種、男女問わず、年齢も問わず、何でも共通して言える大事なことなので、これをですね、ぜひ若いミュージシャンでも、それなりに経験を重ねているミュージシャンでも、これから楽器を始めようとする人でも、例えば楽器をやってない人でも、まずこういうことを意識するっていう生活をすると、とても自分の生き方だったり生活習慣にもですね、かなり解決する糸口になったり、いろんなヒントが隠されている、重要なポイントがあるので、ぜひですね、これを学んでほしいと思っています。それじゃあ、基本的に、4つあるんですけど、まず1つはですね、単純にどういう、演奏方法でやるか、これが1つ目と、で2つ目は、with singing、つまりただプレイするんじゃなくて、自分の心にあるものを外に出す、自分も歌ってそれを、プレイするっていうやり方ですね。で3つ目がですね、スローブルーズ、ブルーズの中でもこうバラードだったりスローテンポなものがあるんですけど、例えばそれじゃなくても、こうバンドをやってる方でも、例えば自分が気に入らない曲だったり、ちょっとあまり面白くないとかつまんない曲も演奏しなきゃいけない、そういう時でもどうやって自分がそれを楽しむことができるか、もしくはただつまらないじゃあ面白くないので、それをどうやって自分なりにアレンジしてより視聴者を楽しませることができるか、こういうやり方ご紹介してます。で4つ目はですね、じゃあそれを表現する、ただ感情を表現するっていうんですけど、それは一体じゃあ具体的にどうすればいいのか、これもご紹介しますので、是非ですね最後まで、見てもらえればと思います。それじゃあ参ります。はい、じゃあまずは1つ目ですね。ブルーズの基本的なシャッフルビートで、ダブルシャッフルというのがありまして、シャッフルについてはいろいろ以前の動画で紹介しているので、そちらもご一緒に参考にしてもらえるといいと思うんですけど、基本っていうふうに、右手で発でこう跳ねると。でこれをですね、キックも同じように跳ねます。そして、左手をつけると 1、2、3、4 っていう、こんな感じですね。これをダブルシャッフルと言います。で、一つ大事な、トニー・コールマンが大事だと言っているのが with singing、つまり歌って、自分もそのグルーブを感じて、体に感じながらこれを演奏するっていうこと、これ基本的に全部のどんな種類だろうがジャンルにこだわらず、もうプレイヤーとして、演奏者として、ドラマーとしてですね、最も大切なことで、彼が言っているのは、若いミュージシャンでやっぱり BPM、ビートパーミニッツですね。このテンポがどれぐらいだとか、そういうことを気にするよりも、もっとですね、こう自分がそのノリを感じる、自分のフィーリングで、どういうテンポで、どういうリズムで、どういう思いがミュージシャンがあって、どういうグルーヴなのか、これを感じること、でこれをそのまま、感じたものを体で表現すると。例えばこうクリック、ここにクリックがありますけど、これに例えば合わせて 1、2、3、4、5、6、7、8 っていうふうにクリックで決まったように、テンポを一定に保つってことも大事なんですが、それよりもですね、もっと自分のフィーリング、自分がどのように感じて、それを音楽をバックグラウンド、保温セクションだったり、ギター、ベース、ピアノ、ボーカルが何を歌っているのか、何をしているのか、どんな演奏をしているのかを、耳で感じて、目で見て、心でそれを感じ取るっていう、これが演奏者にとってはすごく大事なことで、例えばシャッフルをする、ブルースミュージックをするってなると、ブルース、よし、ブルースのシャッフルビートはこういうリズムだ、でテンポはだいたい120、これぐらいだな、よしこれをキープしようと。っていう、こんなちょっと無機質な感じだと、これはもう機械に任せれば全然いいわけですね。今もうかなりDAWソフトとか音楽ソフトっていうのは流行ってるので、これをバックミュージックとして流して、あとはプレイヤーに任せればいいっていう感じで、これだとですね、人間味の面白さが欠けるし、人間である必要が全くなくなってくるので、やはり人を感じるっていうことには、このグルーブを自分で感じる、つまりただこうっていったふうに叩くんじゃなくて、もっとこうっていう風に自分で歌いながら、この自分の感じた思いをですね、こう外に向けるというか、外に出すっていうか、そういう演奏法をやはりおすすめしてますし、やはりそういう風に叩いている人っていうか、感情をやっぱりこう出すっていうことは、心理学の世界でも人っていうのはやはり論理的思考よりも感情的なものに心を動かされたり、人の行動っていうのは動かされるっていう証明もあるぐらいですね、やっぱり感情で人は動くのだと。そういうことをやっぱり感じて、演奏の方も気をつけてほしいという、そういうことですね。で3つ目の、スローブルースというのは、やっぱ人によってはつまらないって思う方もいると思うんですけど、例えばこういう1、2、1、2、3、1っていう、これぐらいのテンポなんですね。でこれをやっぱりですね、何も考えずに、無機質でただ BPM テンポを一定にキープしようと。で楽譜通りにシートミュージックで1、2、3っていう風にやってるとですね、やっぱり演奏者もつまらなく感じるし、見ている人もあのドラマ大丈夫かみたいなことになってしまうので、たとえそう面白みがないと思ってもですね、よく、ギターのフレーズだったりベースのフレーズだったりホーンセクション、もしくは他の楽器の、もしくはボーカルだったり他の楽器がどういう風になっているのか注意して聞く、ここに、重点を置いてみてください。そうするとですね、単純にこのスローこれだけで本当にいいのか、みたいにですね、自分のこの感情を出すところが、思いを伝える、入れ込むところがやっぱり変わってくるので、ここを注意してやってもらえるともっと面白みが出るし、演奏表現力がこう豊かになりますので、たとえつまらないと思ってもですね、これを自分なりにアレンジする。もしつまらないと感じたら他の楽器がどういうことをやっているのか、そこに重点を置いてみると新しい発見が見えると思います。はい、いかがだったでしょうか。で4つ目は言葉だけになるんですけど、実際プレイではなくて、じゃあ一体どのようにこの自分の思い、感情を、フィーリングをどうやって感じればいいのか。比較的こう日本の方っていうのは自分の思いをこう表現するっていうことが苦手な方が多いですけども、例えば嬉しい時には嬉しい、怒った時には怒っているっていう風にこう、日本の美徳として自分の感情を表に出さないこと、もしくは我慢する、ぐっとこらえるってことが美徳とされてるんですけども、それはそれでありだと思うんですね。ただですね、このやはり演奏するっていうことに関しては、視聴者の人が面白みを感じたり、こう何か人に影響されたり、こう感動したり、喜んだり泣いたり笑ったり、そういうことを感じるのはやはりこの感情の部分であったり、そこに共感できる、思いがあるから、人っていうのはそこに動かされるということがあるので、まずはですね、普段の生活でもそういうふうに人に思いを伝えるっていうこと、例えばこう言いたいことがあったらそれを我慢するんじゃなくて、どうやったら、その人に伝わるだろうか、うまく伝えられるだろうかっていうことを日々もうちっちゃいところからでいいので練習しておくと。さらにですね、トニー・コールマンは、どうやったらそういうフィーリングを感じてできる、連想できるのかっていうことを説明しているんですけども、その中にやっぱり、カルチャー、文化を学ぶっていうこと、やっぱりブルースっていうミュージックは黒人が奴隷で迫害されてる、虐げられている時に、生まれた音楽なんですね。ジャズもそうなんですけど、例えば一生懸命畑を耕したり仕事をしている時に、日本でもそうですけど、日本民謡とか農作業している時に生まれた音楽だったり、それも一緒で黒人にとってはそれがブルースだったりジャズだったり、そこから派生してファンクになったりリズム&ブルースになったりっていう風になってったんですけど、やはりこの歴史を学ぶこと、一体黒人ってどういう人間がいて、どういう思いがあって、歴史的背景があって、でどういうことを感じてこういう音楽を作ったんだろうとか、そうやってその、完全に 100% 分かり合えるってことはないんですけども、それを知っておくこと、学んでおくこと、こういう人たちが当時は一体どういう感情だったんだろう、どういう思いだったんだろうっていうことをただ知るっていうだけでもですね、やっぱり演奏にかなり影響があって刺激になると思うので、こういうことも一つの方法だと思いますので、ぜひですね、この4つのテクニック、今回ご紹介したこの4つのテクニックを使って、自分の演奏表現方法をもっと豊かにしてみてください。それじゃあまた次回お会いしましょう。